皆さんこんばんは、加藤さん TV です。本日もご視聴いただきありがとうございます。レッスンプロの加藤です。はい、今日はですね、アイアンを使ってダフっちゃうのよね、トップしちゃうのよね、芯食わないのよねっていうのを直すための練習を紹介していこうと思います。まあ、これね、ダフっちゃう理由、トップしちゃう理由なんだろうねって考えたら、単純に考えたら当てようとしすぎなんだよ。当てようとしすぎた結果、なんかこうやって走ってるよ。今日はその部分に対してね、こういう風にするといいんですよ、こういう意識持ちましょうねっていう話をしていこうと思います。では頑張っていきましょう。さあ、では早速ね、この入射角っていうものなんですけども、これを安定させるための意識づけやっていこうと思います。これ原因としたら、単純に構えた時のこの手首の角度、ここがダウンスイングの時にほどけてしまう、こうやってほどけてしまう、これ専門用語を使うとトゥーダウンと言います。これが起こってしまうことが原因なんですけども、ではこのトゥーダウン、これしないようにするためにはどうしたらいいのか。もちろんクラブの握り方、この左手、右手でこういうふうに手甲が働いているということを前提にお話ししていきます。ただやっぱこれだけじゃ足りない、これだけじゃ足りない、物足りない。じゃあどうするのかって言ったら、動きです。で、今日は僕はあえてクラブ2本持ってます。で、ゴルフスイングの左右の動き、左右の手の動き、右と左の動き、これをちょっとね、考えてほしいですね。で、この入射角が安定しないんだよねっていう方っていうのは、大体バックスイングを右手で引いて、フォローする動き左手でやってっていう動きをする方が非常に多い。これをするとどうなるのかっていうと、前傾角度保ってますよね。バックスイングを右手に引いて、ここまで上がるんですよ、右手で上がる、下げると。でもここに左手ってついていけないと。じゃあ、無理やりついていこうとしたら、こうやって前傾角度を崩し、今日はバックスイングを右手で引っ張り込むと、こうやって肩が起き上がっちゃう。今度、フォローする、左手でブーンって切ってきます。この動きに右手ついていこうと思って、右手ついていく。で、ついていこうとするとどうなるかっていうと、今度は右に傾きます。どうでしょう、起き上がって右に傾いてる。なんかミスショットするようなイメージしか湧かないですよね。では、これが原因なんですよ。バックスイングで右手を使う。フォローするで左手を使う。これがもったいない。じゃあどうするのか。スイングバランスを良くしなきゃいけないので、バランスよく上げていこうねって考えたら、はい、2本持ってます。この感覚を変えずにバックスイングしていきましょうねってお話をしたら、こうですよね。左手で上げていった位置に右手を合わせたい。そしたら、体しっかり前転作って上げていった位置に合わせるだけなんで、比較的にぴったり合うし、フォロースルーに関しても、右手でこうやって振ってたところ、まあ、フィニッシュですよね。ここに対して左手合わせてあげれば、ちょうどよくなる。流れの中で見てたら、バックスイング、フォロースルー。非常にスイングバランスがよく見えたんでしょう。で、今日はこのバックスイングっていうお話よりも、どちらかというとフォロースルーの話。こっちが重要なメインの話。やっぱね、こう、いろんな方をレッスンして見てて、バックスイングの上げ方って皆さん意識できるから良くなってくるんですよ。でもどうしてもフォロースルーで、この動き方、これ苦手な方って多いなっていつも思う。今日はスイング軸を中心に、クラブを下ろしていって、フォロースルーで手を伸ばしてあげる。手が伸びるようにしてあげる、そういった動きですよね。
この部分がやっぱり苦手な方っていうのは大体こうなる。肩を残しすぎて、要は肩、体が開かないようにしてね。そういう考えが強いのかもしれないけど、ちょっとダブったりトップしてる入射角が不安定なんです。あくまでもスイング軸っていうのは左右には傾けたくないので、傾かないようにフォローするに向かって出していってあげるっていうのが非常に大事です。この形ができると非常に両手でクラブを握っている時も綺麗な形で振ることができますよね。右手を使うのが怖いっておっしゃられる方もいると思うし、いや右手なんて使っちゃいけないんじゃないのって思う方もいると思います。ただ正直ね、はっきりと言っちゃうと、捻転しました。はい、左手でこうやって作って捻転しました。この時に手ってこうやって曲がってるわけじゃないですか。力溜めてるのに右手なんですよ。ってことは、この溜めてる状態を伸ばしていってあげないと、ボールなんて飛ぶはずがないのよね。日本だけなんですよ。野球でもそうだけど、左手で引っ張って打ちましょう。なんで強い右手で押していかないんだろう。これはなんでっていう理由は特にないと思います。なんかそうやって振ってる人が多かったとかさ、なんかそうやって逃げちゃったからそれで伝えてきて、なんでだろうっていう理由もなく今それが残っちゃったみたいな。もちろん僕は野球はもう小学校、中学校でやめてしまってるので、今の野球のスイングがどうなってるのかっていう実は知りませんが、僕が子供の頃はそうやって習ったから、そうやって教える人が多かったのかなっていう感じがする。でもやっぱり今しっかりとね、本当していきたいじゃんっていう話は出てると思うし、僕はゴルフをやってて、こういう風にした方が力伝えられるよね、ちゃんと飛ぶよね、方向性良くなるよねって思ってるので、こういった動きを推奨していくし、こういうスイングの方が綺麗だと思う。要は肩を閉じてインパクトしようねなんていう言葉は二度と使ってないし、肩が開いたからスライスしたとかっていう言葉も使ったことない。スライスするのは違う理由がある。肩を閉じてインパクトする理由っていうのは、僕の中では今説明する言葉がないからわからない。要は自分が肩を閉じてインパクトするという概念がないから。なので、まあ、この部分で、まあ、何が言いたかったかって言ったら、しっかりとこの曲げているものを使っていけるようにしようね。で、この動きに対して自分の胴体がついていけるようにしようね。要はこれが腕と体の同調ってやつになるので、タイミングが合ってくるとすごくボールが安定して飛ぶようになります。やっぱこの部分ね、できないともったいないと思うので、ぜひ興味ある方っていうのはこういうの頑張ってやってほしいなと思います。ということで、本日の動画は以上となります。この動画、いいなと思った方は、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。